皆さんこんにちは、しおとめはじめです。今回はスカ食のイージーサイチ系のデビューについて皆さんに紹介をしていきましょう。おめでたいことについにスカ食のイージーサイチ系が動画投稿日になるであろう4月30日から営業運転を開始しました。どうやら初日って晴れらしく、一応なんか写真を撮る方も嬉しそうですね。というわけで今回は一時期結構話題だったスカ食のイージーサイチ系が営業運転を開始したってことで、改めてこの電車について皆さんに紹介をしていきましょう。ちなみに今回はクレビーもセットでお話を進めていきますよ。クレビーも一緒にお話をしていきますね。クレビーだぞ、今回も一緒に頑張って話していこうかな。ちなみにクレビーがいる理由についてはお化けコーナーで紹介しますよ。今回紹介していく電車は成田線120周年事業の一環として誕生しましたね。 E2311 番台常磐線仕様、5両編成1編成に対し、なんと原則は成田線専用という状態にした上で運行していくってものでした。運行する期間については4月から1ヶ月ほど運行するそうです。ちなみに私たちは例のあれだったりとかいろんなことがあったりして残念ながら撮影はできませんでしたが、やっぱり結構注目はされてますね。ソーシャルディスタンスってやつでいけないっていう風に思ったんだよね。ちょっと残念ながらそういう事情で営業初日の映像はありませんが、一応こんな感じで電車本体は結構注目されているってことを紹介しました。スカ食のいい231系って言ったら、これまでは嘘でのイメージっていうのが強かったかもしません。やっぱりなんだかんだ言って、そもそも湘南新宿ライン横須賀線直通に走ってるいい231系さえもちゃんとオレンジですからね。スカ食ってこれまでだったらやっぱり横須賀線総武快速線、あとは房総各線ですね。ここを走る電車限定って感じでしたから、まさか成田線が入るとは思わなかったかもしません。まあでも成田線のね、阿鼻国人については昔は1139走ったからね、なんだかんだ言ってありえなくなかったんだよな。でもやっぱりね、10年以上も普通にエメラルドグリーンとかだからね、やっぱりまあ覚えてる方も多くないっていうのは事実かもしれないよね。実際私たちも結構驚いてますよ、いろんな意味で。特にスカ食のいい231系に関する情報を投稿した時は再生数がすごい伸びましたからね。結構私もびっくりします。やっぱりこれくらいね、みんなもはじめちゃんのことを注目してるってことだし、スカ食のいい231系のことも注目してるってことやな。確かにスカ食のいい231系は結構注目されてますよね。特にこういう系統電車が真面目にしっかりと運行されるってことを考えた方っているでしょうかね。結構やっぱり想像しづらかったかもしれませんよね。結構唐突に今回紹介しているこのネタ帯が誕生しましたからね。本当にこういうのが出るとは想像できなかった方もいるかもしれませんよね、結構。ちなみにもチーフはさっきクレビーがちょこっと言ってましたが、113系ですね。昔走っていた成田線の阿鼻子口の113系です。一応113系が走ってた当初から10両編成は入れたはずですが、でもやっぱり113系は残念ながら10両編成運用なかったんですよね。内房外房だったらまだワンチャンあったかもしれませんが、成田線系統って昔から10両編成運用ってそこまで多くはなかったんで、ある種障害かもしれません。登場当時は4両編成もしくは8両編成を運行していましたが、 E231 系についてはその両数については再現せず5両編成で運行するそうです。まあやっぱり岩さんね、乗車位置の変更とか新しい停車位置をつけるとか、他にはわざわざ編成組み替えするのもね、めんどくさいからこういう風な判断になったのかもな。ちょっぴり懐かしくも新しいって感じだね。この電車はもちろんスカ食をまとって走ってる E231 系っていう点が非常に面白いですが、その一方でもう一個すごいカオスなことがあるんですよね。こちらの映像をご覧ください。なんとこういう風に前面はスカ食、側面は普通のエメラルドグリーンって感じでした。結構これってすごい悔しいですよね。なんか魔界図のマーチがね、聞こえてきそうな動画だよね。あろうことかなんと、とある編成がさっき紹介してるようなスカ食のE231系の登場が発表された後に、このようにして定期検査を出場するっていう、これまた面白いことが起きました。なんとこのようにしてすごい中途半端な E231 系が誕生しました。ちょっとあまりにも嘘でっぽくて話題になりましたね。ちなみに当チャンネルでもこのことについては紹介しましたよ。やっぱり前面だけ塗装が変わって側面は普通って、ちょっとこれは違和感があったよな。さすがにちょっとね、いくらなんでも前面だけ変更するってちょっとなんだよこれっていう風に登場当初はクレビー思ったぞ。クレビーも言うようにやっぱり結構笑いでしたよね。あまりに中途半端すぎる帯の変更からか、結構一部の方からはなんかこれ薄手っぽいじゃんっていう風に言われました。まさかの公式の薄手っぽい電車、これはこれで驚きです。ちなみにどうやらあの格好のまま結構高速で走行したことも
あったそうですね。鉄道ファンだけじゃなくて一般の方も、え、なんじゃこりゃっていう風に思っちゃうかもしれませんよね。それぐらい結構違和感がすごいですよ。あんな中途半端とそうでね、出場しちゃうってなかなかないよな、現代では。昔は公職編成とかはね、あったけれど現代でまさか公職編成が見られちゃうなんて、ちょっとこれはね、クレビーびっくりだぞ。幸いにもしっかりお目についてさすがに交換されました。さすがに前面だけスカ色で側面が常磐線からってちょっとおかしいですからね。一応五条防止っていう観点からは成田駅での乗り間違いを防ぐという意味ではあるかもしれませんが、まあ五両編成の E27 系とか E25 系の1000番台は存在しないんで、ある種そこが救いかもしれませんね。まあとはいえ一般人からしたら結構色がそっくりなんでびっくりするかもしれませんが、一応幸いにもこの電車については上野東京駅方面には原則は来ないそうなんで、まあ一応なんか大丈夫そうですね。でもやっぱりなんかね、やっぱり乗り間違いするんじゃないかっていう噂は結構あるさ。ちなみにクレミー、これどうして前面だけ塗装されていたのか知ってますか？クレミー知ってんさ。どうやらね、前面の FRP っていう素材がね、どうやら従来のステッカーでは多分使えるから、まあそういうことがきっかけで最終的には普通に塗装 E2 サイズ系とかって確かね、一応帯でペタペタ貼ってる感じだけどね、前面のこの FRP の部分についてだけは塗装してるらしいんだよ。だからね、帯を変更する際には前面は塗装する必要があるんだよ。でも実際はね、入場中に塗装しないといけなかったんだよ。なんでかっていうとね、どうやら松戸ではこういう塗装がねできないそうだから、一応メンテナンスとかでね、入場中の際にちょうどそこでね、一応帯が交換できるから前面だけ交換したって感じかな。一応そういう感じだね、はじめちゃん。確かにそういう感じですね。実際クレビが言った通り、前面の塗装が結構なんか普通にペンキとかじゃないと厳しかったんで、松戸ではできなかったそうだから、結果的にはちょうど入場中の電車を前面だけ塗装して、一方側面については入場待ちも多かったからあまり長くはいられないってことで、もしくはステッカーについてはもう松戸の方が持ってるから、結果的にはとりあえず前面だけ塗装して側面は松戸の方に持っていくっていう方針でしょうかね。多分こういう意図があったかもしれません。やっぱり全般検査とかね、電車のお医者さんはね忙しいからしょうがないかもしれないよな。やっぱりね、お医者さんは結構ね、人間の世界も鉄道の世界もね、お忙しだぞ。スカ色に変更されることに合わせて運行当日にはおそらくなんかヘッドマークが掲げられてるでしょう。運行開始前日からどうやら松戸の方から我孫子の方に向かう際にもうすでに一応なんかヘッドマークがついてました。だからおそらく多分ヘッドマークがついた状態で営業運転するでしょうね。ただ個人的にはやっぱりヘッドマークがついていない方もちょっぴりなんか見てみたいっていう風に思っちゃいますね。クレミーをね、地味にこの天気になると思ってんだよな。スカ色の帯っていうのは E21 系の未更新車とそっくりさんですね。やっぱりなんか色がちょっと濃いんで E21 系の未更新車っぽさがあります。もともと更新車は若干未更新車より帯が赤くなったんですが、どちらかっていうと113系自体は未更新車っぽいからだったんで、どちらかっていうと今回は実際に走行していた113系のカラーを忠実に再現したって感じですね。ちなみに塗装についても真ん中がベージュ、上下がブルーって感じで、一応なんか113系の走行していた頃のカラー、このカラーをしっかりと再現しています。ある意味なんか113系っぽさがありつつも E21 系の未更新車も若干リスペクトしてるっていう、これまたちょっとなんか面白い感じですよね。もしかしたらね、そろそろ引退する E21 系に対するね、敬礼とかそういう敬意、こういう気持ちがね、込められてるのかもしれないね。でもこれはね、あくまでもクレビーだぞ。本当かどうかはね、知らないぞ。最近は電子レンジこと E235 系1000番台が E21 系とは違う縫い分けの帯を使ってますからね。またこれはこれで、なんだかんだ言って、リスペクト差があるかもしれませんよね、実際に。これはあくまでも、コメントからもらった、想像の話って感じで、本当かどうかは全然わかりませんし、むしろ、本当の可能性って、低いかもしれませんが、一応せっかくで紹介しましょう。どうやら今回のこの塗装って、今後やってくることが想定される E233 系の、暴走半島向け電車、こういった E233 系向けに塗装していくための準備とか試験、こういうことが、実はあるじゃないかっていうことがあったんですよね。あくまでも今回は記念事業って感じでしたが、今後はもしかしたら、この帯を再現した E233 系っていうのが、房総半島各地を走ってくるのかもしれませんね。もしもこれ本当だったら結構びっくりだよな。209系と211系で一旦塗装が菜の花っぽく黄色くなったし、 E131 系でもね、そういう系統だけれども、もしも戻ったらね、これはこれでびっくりだ人生よね。過去には試験塗装をして廃車だった電車が結構いるんですよ。例えば最近では話題の185系も
2018年廃車っていうちょっと早めの電車についても、実を言うと E25 だけど、あの青っぽいとそれで、あとはさ、フィールを乗り越えとかまでありえかもしれないよな。一応この2種類の電車については2018年以降にはまだ誕生しておらず、試運転もしていませんでした。一応確かこういう系統のカラーであるとかそういう噂はありましたね。でもどちらにしろやっぱり最終的には今考えてみたら E25 だけの塗装を再建している、まあ結局 E25 だけの塗装試験って感じですよね。こういうことを実際電車を使ってやるってケースはあるんですよ。まああくまでも今回はね、廃車する向きの電車で、一応今回走っている E23 試験の場合はね、きっちりとコラボって感じで営業運転もするし、廃車にするためにこういう変なことをしたわけではないんだよね。一応クレミーが言う通り事情は若干違いますが、それでもやっぱり解体する前に塗装変更したりとか、他には何らかの方法で試験塗装をするってケースはあるんですよね。それに今回はこの E23 系常磐線の5両編成が適用されたって可能性はありますね。ちなみに今回紹介したね、この試験塗装の参考資料についてはね、 YouTube のリンクをね、概要欄に貼っておくから、興味があったらね、見てくれよなあ。ちなみにこれはね、汐留姉妹の私たちがね、作った動画ではないぞ。このことは一応ね、はっきりと言わせてもらうんだよな。 E231 系塗装変更説ですが、ありえなくはないっていう印象ですね。なぜかっていうと E233 系がさっき紹介したような E131 系の塗装バレしちゃうと結構誤乗するリスクがあります。 E131 系って側面のドアが角張ってますよね。 E233 系も角張っています。おまけに後退についてもサスティナ化そうではないかっていう違いはありますが、でも大まかには結構そっくりですよね。209系と E233 系は見た目が結構違うように、209系と E131 系もやっぱり結構違います。だから見た目は若干帯がそっくりでも乗り間違えるってケースは少ないかもしれませんが、車内も見た目も結構そっくりってなっちゃうと誤乗数リスクってやっぱりあるんですよね。今回の E231 系も該当するじゃんって思うかもしれませんが、一応今回は臨時ってことで、まあ一時的って感じですからね、特別に OK っていう感じかもしれません。特別措置かもな。そもそもまあ成田線っていう感じで、しかも我孫子支線だけだからね、影響力がそこまで大きくないからこういうことをしてるのかもしれないな。要するに結果的には E233 系と E131 系が結構そっくりだ見た目になっちゃうから、これを防ぐためにあえてスカ色の E27 系っぽいカーにする、こういう案っていうのはあり得ると思います。実際千葉方面だとしたら、千葉行きだとしても千葉で総武快速線に乗り換えられますからね、帯が一緒でもそこまで問題はありません。房総半島内では快速列車がありますが、どちらにしろ結構飛ばさないものも多かったりするし、そもそも種別でしっかりと快速も出ますからね。スカ色の場合ではそこまで誤乗リスクは大きくないっていう風に個人的には思うんですよね。一応そんなこともあり得るかなっていう風に思いました。いろいろとまだまだこの E231 系っていうのは考察する違いがありますよね。今後もしまた面白い流れっていうのがあったら、皆さんには紹介していこうと思いますね。というわけで今回のまとめていきましょう。今回は E231 系のスカ色のデビューおめでとうって感じで、クリミーと一緒にこの動画を撮りました。クリミーも一緒にね、知識をお話ししたよ。今日は珍しく姉妹でお話をしましたが、なぜこういう風になったのかはおまけにお話します。スカ色の E231 系が今回ついにデビューしました。ネットでは嘘伝っぽいっていう風に言われてましたが、まさか公式が嘘伝になるってよくわかんない現象が起きたのは結構面白かったですね。スカ色の E231 系って結構インパクトも大きいですし、おまけに結構雰囲気も割と面白そうです。鉄道ファンからしても結構この変更っていうのは嬉しい限りですね。クレミーもね、そういう風に思うぞ。今現在結構やっぱりウイルスが流行っているので、撮影についてはしばらく控えていこうとは思いますが、もしも機会があったら一度生で見てみるのもいいかもしれませんね。クレミーもね、会ってみたいっていう風に思うんだよな。あとはね、今回の話では試験塗装についてはね、噂も話したぞ。まあ、実際にね、E233 系がスカ色っぽく戻っちゃうのか、このことは知らないけれどもね、一応誤乗防止っていうね、観点から見たら E131 系とそっくりだし、まあ帯の色を変えるって可能性はあるよな。まあそういうことを踏まえたら割りかしあったりして、もしもあったらこれはこれでまた大スクープだぞ。当チャンネルでも紹介するかもしれないんだよな。クレミーも言う通り、もしかしたらそういうこともあるかもしれませんね。もちろんあくまでもこれは最後の話、噂ですからね、絶対とはいけませんよ。証拠とも特にありませんから、もしかしたら全然違う話かもしれません。とはいえ一応こういう風に今現在ちょっと違和感ある行為っていうのが将来に繋がるってケースもあるんで、案外ともしかしたらそういう布石っていうのもゼロではないかっていう風には思ったってこともお話しました。
というわけで皆さん、今回の話を聞いてどう思いましたか？もしよかったらぜひコメントを書いてくれると嬉しいです。コメントをする際ぜひクリーミーというタグを書いてくれると嬉しいです。はじめちゃタグを書いてくれるとクリーミー嬉しいぞ。また面白いと思ったら高評価あったり、もっと鉄道のことを知りたい方はぜひチャンネル登録して私と一緒に知っていきましょう。このチャンネルでは基本的には私一人でお話を進めていきますが、ごくまれにクリーミーも出てきますよ。クリーミーはね、レアキャラとしてこのチャンネルでたまにね出てくるんだよな。クリーミーは私のあれで喋り方にちょっと癖がありますが、たまにこのキャラクターも出てきますよ。今後も今回紹介したような鉄道に関する新しい情報や未来の推測情報についてもお話をしていきますので、興味があったらチャンネル登録してくれると嬉しいです。というわけで今回はこれでお会いしましょう。おまけのコーナーでは姉妹で話している理由がわかります。バイバーイ。やだい。おまけとしてなぜ姉妹でこの動画を撮っているのかについて紹介しましょう。実は先日投稿した E2311系関連の動画で、本来は私が喋るはずのセリフがクリーミーだってってことがありましたよね。あれは表向きの理由では私の動画の一部をちょっといたずらしてクリーミーがいじくって口パクを合わせたって感じしましょうか。でもはじめちゃん、ちゃんと裏の方も話した方がいいぞ。では話しましょうか。皆さんすいません、本来クリーミーを映すべきシーンを間違って私の方を映しちゃうということがありました。不具合でちょっと口パクが動いてましたが、本来はクリーミーが出るシーンを私汐留はじめが喋っているからように映しちゃいましたね。ちょっと一部の視聴者からは違和感があるって風に思ったかもしれませんが、その点はちょっとすいません。一部の方からは乗り移ったとかそういう風に言われましたが、私はもちろん乗り移られてません。その点はご安心ください。高齢術はしませんからね。とはいえやはりこのように視聴者に迷惑をかけたことをお詫びします。だからこういう風にで、ね、今日は姉妹動画を撮ってんだぞ。ただやっぱりクリーミーはこれからも父ちゃんでは出すつもりですので、興味があったら姉妹揃って応援してくれると嬉しいです。というわけで今回の謝罪動画は終わり。はじめちゃんこれからは気をつけてくれよな。じゃあな。